実験大好き MNO です。今回はね、以前紹介させていただきました、まあこのタイトルで海外通販2回連続やっちゃいましたってやつでね、視聴者の方からいろいろと助言どうもありがとうございます。それ以後のね、経緯について簡単にね、ご報告させていただきます。まあですけどね、まあちょっと詳しいのは動画見ていただいたらわかるんですけど、まあ前回紹介いたしましたアリエクスプレス、まあ結果的には異なった商品が来たと。まあなんかこれも時々よくあるそうなんですけどね、私は20回やってまだ一度もまあなかったんですけど、ついに来ちゃったかなっていうような感じです。1回目は私のミス、これも動画見ていただいたら分かるんですけどね、まあ私がよく知らなかったと、アリエクスプレスのシステムをちょっとまだまだよく知らなかったと。で2回目はもうこれ明らかにね、まあ販売店さんのミスじゃないかなと思っております。で最終的にね、まあどのように処理されていったのかっていうのをね、ご報告いたします。で結果的にね、まあ欲しかったのがこれなんですよね、VNA-H4 と言われるやつ。今からだとね、ちょっとは勉強したんで分かったんですけど、ナノ VNA の本家グループが作った4インチタイプ、これ結構ね評判いいんで、皆さんね結構ご購入されている方多いんじゃないかなと思うんですけど、これが本当は欲しかったと。結果的に来たのが、すいません、ナノ VNA-V2、 これ V2 ですよね。なんか名前似てるけど、とにかく何が違うかと言いますと、ここのインチ数がとにかく私から見たら小さいと。まあこれがね、ちょっと一番ちょっと違うだろうみたいな形でした。経緯もね、最初に買ったおうとした時にはね、このような形ですよね。商品紹介があって、ナノ VNA-H4、 私が悪かったんで商品キャンセルになっちゃいましたんで、もう一遍ね注文したんですけど、同じ画面から選んだと思うんですけどね、気づくとナノ VNA-V2、 おい違うけど違うじゃんみたいな形でね、一緒なんですけどここが違ってたと。だからまあこの時点で間違いに気づいときゃよかったんですけどね、開封動画をね作成した時に気づいてて、ね、ビビっておりました。で最終的にはね、やっぱりまず販売店に対してメッセージセンター経由でね、おいおい違う商品来てるでっていうことをちょっと報告させてもらいました、まず文章で。ただね、次の日のもう音沙汰なし、その次も全然音沙汰がないんでね、もうこれはあかんだろうと思いましてね、もう3日目にもうアリエクスプレスの、まあ、トラブル窓口っていうんですか、要はトラブルが発生したらこのボタンを押せっていうボタンがあると思うんですけどね、あのボタンを押して、要は違う商品が来てると。で一応証拠としてね、これネットで調べてもできるだけ写真つけた方がいいよって抱えてる方も多かったので、写真3枚ほどつけました。実際ね、封筒とかそういって中身の写真とか、その型番の写真とかで、希望するときに大きく分けますとね、一部返金と全額返金、どっちを希望するんやみたいな形で2つの2コースがあるんですけど、まあ大体のねネット情報を見ても、極力全額返金にしとかないとやっぱりいい条件にならないことが多いともあるので、もう私もね、商品は似てるんですけどね、でも 2.8 と4って全然違いますから、とりあえず全額返金希望ということで強い意思表示させていただきました。5日目になって何を思ったか、メッセージセンターから連絡があったんですよね。やっぱりね、間違って商品を送ってしまったと。で商品を返送して、全額返金か一部返金かを選択してくれてきたんですよね。まあ最初はね、もう全額返金やと強気で言うて、まあここなしの前提ですけどね。でもまあ後ほどからも説明するんですけど、まあまあ使えてるし、まあまあ私的にはね、そのメッセージセンター的にはもう一部返金でもええよっていうようなことをちょっと書いたんですよ。でその後ね、アリエクスプレスのトラブル窓口のにもメッセージセンターにも何の連絡もないっていうんですか、私としたら来たメールに対してすぐに返答したんですけどね、また既読のマークすらついてなかったって言うんですか、ずっとおかしいなと思いましてね。で最終的にはもうアリエクスプレスのこのトラブル窓口って、まあ一定期間内に買った側と売った側で話が解決しなかったら、まあ仲介に入ってくるっていうんですか、アリエクスプレスの方は仲介に入って、最終的には、はい、全額返金終わりですとね、販売店は応答しませんでした、ご要望に応じて返金いたします、まあこの一言で終わってしまいました。まあ本日のまとめなんですけど、やっぱり皆さんとかね、ネットの情報どうも本当にありがとうございます。やっぱりこのやっぱり情報は重要だったと、迷ってはダメだと。アリエクスプレスの仲介、まあ私のこのケースの場合はね、ちゃんと役立ちました。まあ一番いい条件で、まあまあ勝ち取ったというか、終わってしまったっていうんですか、まあ個人的なんですけど、届いた商品は思った以上に良かったので、
で、そこまで粗悪品とも思わないんで、これなんですけどね、届いたやつ。絶対にこれはまあミスであろうと、悪気はないんだろうと、まあシステム上やっぱり登録するときに間違ったんじゃないかなと、ちょっと優しい気持ち。で、やっぱりね、まあまあ使えてるし、こういう形でまあまあある意味勉強にもなりましたので、多分正規の商品が届いてましたらね、ここまであの向きになって勉強する必要もなかったんですけど、この商品なんなんや一体と思ってね、まあ使うことよりもまあそういう歴史を知ることができたので、一部返金でもええと言いながら、ちょっとね少し気持ちが戸惑ってるような形っていうんですか、まあこんなこともあるんかなと思いながら、なんで先方が連絡してこなかったのか、ぜひともね、あのしていただければ、あの弱い日本人にちょっとは折れたんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、どんな条件で飲むかっていうのももう本当にもうどうでもええかなと思ってたんでね、まああの寸死でもいいかなと思ったんですけど、逆にねこちらの方の気が強かってなんかこういう形になってしまいましたというところでございます。まあ、本当にねしょうもない話なんですけど、取り急ぎねこういう形で、まあ、あの正規に一応手に入れることができちゃったみたいなので、まあ、引き続きねいろんなご意見もあるとは思うんですけど、やっぱり実験主なチャンネルですので、もう実際にねアンテナチューナーいつも使っておりますロングワイヤー用のチューナーとかの挑戦にもこれ使い始めておりますので、まあどういう使い方すればねアンテナアナライザー並みに使えるのかのか、まあ、ちょっと皆さん言われているように癖があるのは間違いないんでね、できるだけアンテナアナライザーより、すいません、超高性能なんですけどね、あの値段安いんで、今ちょっと高騰してますけどね、まあ、基本値段安いですので、まあ、値段が安いという、まあ、素人が使うということでね、これ申し訳ございません、まあ、そういう形でね、まあ、あの緩い使い方をね今後またご紹介できればと思っております。本当皆さんどうもありがとうございました。まあ、今回はねあの有意義な情報っていうのがご提供できなくて本当に申し訳ないんですけど、まあこういう形でねあのどしどしまた情報がありましたらご提供させていただきたいなと思っております。それでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。